どうも、おかつやすです今日はですねこちら個人的な趣味になっておりますドーンとはい、えー、フォルクスワーゲンニューポロのカタログをフォルクスワーゲン下関で頂い,いてきましたとまあポロはね僕は、えー、6N と 9N のポロを乗っていたんですが、えー、だからポロ2台ゴルフ2台みたいな感じなんですけども新しくなりますね、えー、今年の春ということでニューポロ発売しますとフルモデルチェンジになってます まだね、ちゃんと中は見てないんですけども楽しみですねでは早速いつものごとく下の方にカメラを向けて一緒に見ていきましょうはい実際見てみたいと思いますフォルクスワーゲンニューポロですねちょっと薄いので本カタログではないと思うんですが頂い,いてきましたとヘッドライトがすごく特徴的なデザインになっていると思います ここれがおそらくデイライラトにななるのかなかっこいいですね今までとは全く違う雰囲気のニューポロという形で今年の春デビュー予定だったと思いますここがね僕ねいつも思うところなんですがボディに対してタイヤホイールがこうぴったり合ってるじゃないですかこれはあくまでも多分カタログ上の雰囲気イメージなだけであって実際タイヤホイールはもうちょっと奥にい込むんじゃないかなと思いますがいかがでしょうかと こう見るだけではいきましょうで、えー、6世代目のニューポロということで僕乗っていたのがこの 6N と 9N ポロに乗っていたんですよで15年前初めて乗った 6N ブルーを買いましたでこちらがえー、っとねシルバーを買ってますねで今の現行のタイプで僕はこの2台に乗っていましたと。 エンジンサイズは1リッターということで現行モデルよりパワーアップしていますとやっぱり安全性ですねユーロのこれなんて読むんだろう NCAP かな五つ星の高評価という形ですねニューポロは2018年春日本デビュー予定ですという形こう見るとねすごく大きく感じませんでしょうかヘッドライトフェーズが特徴的で、まあ、TIG1 だとか パサートあとニューアルテオン、まあ、水平基調のデザインになっていると思うんですが、まあ、次のゴルフ8もまあこのような似たようなデザインになるんじゃないかなとは思いますここをね隠すとゴルフそっくりという形でですねまあこの辺りも面白いなと思いますあとポロの僕の好きなところはパッと見の、まあ、印象なんですけどもス、まあ、ステンレスさがステンレスっぽいような感じはないと アルテオンはアルテオンでかっこいいと思うんですがちょっとねギラギラ感が強いんですよねまあそういった意味ではポロはよりまあスッキリしたデザインになっているような気がしますもうこう見るとほんとゴルフそっくりだなでは次行きたいと思いますでっかいなアップしたら余計大きく見えますね水平基調のデザインにヘッドライト新しいこれかっこいいな でこのエッジなんかはゴルフそっくりですね。ゴルフそっくりですね。ここのラインが1本入ってますね、新しく。これがボディに対して、まあ、ミラーの色が違うんですよ。で、こっちはボディとミラーのカバーの色が一緒なので、おそらくグレードの違いがあるのかな、もしくはこうオプションで変える分なのかなとは思いますね。これちょっとグレーっぽいですものね。こっちシルバーっていう形。 グレードとか書いてないんですよね。一応、ここに、欧州仕様ですとは書いてあるんですが。いや、おっきいな、こう見ると。随分、サイズ感もアップしてるような気がします。こう見ると、やっぱりポロだなと思います。こっち隠すと、ゴルフだなって思います。はい。こういったところは面白いですね。で、水平基調で、ここにいろいろ書いてますね。ちょっと拡大してみます。 大きく変わったスタイリングを見てくださいとあやっぱりティグワンとアルテオに似ているんだな、えー、新世代のデザインを採用しているとで、えー、ボンネットのエッジの効いた2本のラインが強い個性を主張と書いておりますねで新デザインのフロントバンパーフロントバンパーフロントバンパーはこうかフロントバンパーは ボンネットをを低く見せワイド感を強調しますあとはスポーティーさもやっぱり増しているという形ですね。で、現行モデルに比べてホイールベースはプラス 80mm 大きくなって幅は 65mm 拡大している。まあ、かなり大きいですね。で、ラゲージルームも大きくなったそうです。ポロはスタイリッシュに生まれ変わりましたというような説明がたくさん書いております。 この色なんか可愛いですね。ああ。ゴルフ。ゴルフ。やっぱりゴルフに似てる。面白いな。次のページいきましょう。はい。次のページです。コックピット。随分雰囲気変わってますね。かっこいい。もう、ここも水平貴重なデザインになっているように見えます。ハンドルはもう基本的にこれに変わってきてますね。こ,このナビは あディスカーバープロか大型タッチスクリーンという形ですねなるほどなるほどやっぱりこうシンプルやっぱりドイツ車はこの辺りがシンプル特にフォルクスワーゲンは一番シンプルなんじゃないかなとは思いますねちょっと拡大してみましょうかこれぐらいかなああこういうことかほんとこう一直線のデザインですね 使い勝手も良さそうですね今僕乗っているゴルフとかは、まあ、ディスカーバープロがちょっとこの下気味にあるので、まあ、目線と合わせた上気味のこのナビナビゲーションシステムディスカーバープロすごく見やすそうな気がしますいかがでしょうかまああのカタログは左ハンドルなので右ハンドルにした時また随分雰囲気は変わってくるとは思うんですが、まあ、そこもちょっと 実車を見た時の楽しみなななんではないかなと左ハンドルだったら、まあ、全体的にこう反転するので、まあ、雰囲気も変わりますよね。さっきね最初ちょっとお店で見た時に気になったのがここここです。勝手に勝手に駐車を支援してくれるシステムパークアシストこれねちょっとやってみたいですねすごく面白そうですね。 列注射僕はまあ苦手ではないんですけども苦手な方は結構いらっしゃると思うので、まあ、これはすごく助かるんじゃないかなと思います、はいまあ、こういったこうまあ最先端の最新の、まあ、装備がついているという形ですね書いてますねあなたの運転をサポートします、まあ、これでね事故が少しでも減ればいいんじゃないかなと思いますあっカタログこれで終わりだ 一応カラーが最後載ってるのでカラーを見ていきたいと思いますちょっと拡大、えー、これが多分イメージカラーですねオレンジでアイボリーシルバーにホワイトシルバー、えー、ブルーメタリックピュアホワイトフレッシュレッドディープブラックフレッシュシルバーシルバーが1色2色3色という形ですね 何色が皆さん好きですか何色がいいだろうなんかこれがかっこよく見えますねこのカタログの雰囲気通りこのオレンジ好きですでサイズ感はここにも書いてあるんですけども随分大きくなってるよっていうふうな説明というかでもかなり大型化してるんでしょうね幅がプラス 65mm って言ったら結構大きいですよね随分雰囲気変わると思います より今のゴルフに近いサイズになってくるんじゃないかなとは思います。ゴルフのフォーとかと似ているのかなもしかしたらそれぐらいのサイズ感のような気がしますね。あ,あラゲージルームもだいぶ広いなこう見たら。まあこういったまあ多分これはまだメインの本ちゃんのカタログではないんですけど一応いただいてきたので。 あとね、別に冊子があったので、これも面白そうなので、見ていきたいなと思います。さすが、ポロ、やっぱりゴルフ。40年選ばれてきた2台です。うまい。で、えーまあ、6世代目のニューポロ、で、7世代目ニューゴルフという形ですね。ここにね、細かく書いてあるんですよ。こういったものを見るって面白いですね。僕が乗ってきたのが、この 6N。 QN ゴルフ5、まあ、ゴルフ7という形で乗ってきているので、まあ、こう見ると歴史はあるなと最初の僕の憧れは高校生の時これでしたゴルフ3これはかっこいいなと思っていつも見ていましたこれのねワゴンタイプがあったんですよねそれはすごく好きな感じでしたね、まあ、フォルクスワーゲンはいろいろな意味も含めてワクワクする ブランドのような気はしますねまあこれは好みなのでまあ、僕は今のところフォルクスワーゲンが好きですはいいかがでしたでしょうか今日はですね、えー、この春発売予定のフォルクスワーゲンニューポロのカタログを一緒に見ていきましたおそらくねこれ薄いので本ちゃんのカタログはまだ発売に合わせていろいろ出てくると思うんですがまあ、こういったものをねあの見るとワクワクしますねまあ 買わない買えないっていうのもあると思うんですがまあいろいろね楽しみを見つけてカタログ1つ取ってもやっていきたいと思いますのででも本当楽しみだなこの春早く実写を見て今の乗っているゴルフ7と並べてどれぐらいのサイズ感の違いがあるか確かめてみたいというのが本音ですね、まあ、かなり大きくなっているのでその辺も楽しみですという形で、えー、今日は終わりにしたいと思います では本日もご視聴ありがとうございましたもしよろしければぜひチャンネル登録お願いしますあとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますのでよろしければチェックしてみてください以上、勝つよでしたではまた見てください完全な趣味だなこれは